それでは会見を始めさせていただきます。今日は役員会はありませんでしたので、役員連絡会のみについて概要を報告をさせていただきます。ロシアによります、ウクライナ侵略後初めてとなる国連総会の一般討論演説が本日から始まります。岸田総理、台風14号の影響等を見極めながら、今日出発ということになりましたが、現地での演説予定をしておりまして、国際秩序の維持強化、国連の機能強化に向けて我が国の考え方を発信し、国際社会の結束を促す重要な機会となると考えております。来月3日の召集が見込まれている臨時国会では、足元の物価高や世界経済の減速傾向を見据えた大規模な経済対策、これを実行するための補正予算の審議も予定をされる、またさまざまな政策課題に取り組むことになると考えております。自民党は結束して臨み、国民生活を守り、我が国経済を力強く前に進めていきたいと思います。高木国対委員長からは、物価高対策に予備費を使用する件について、本日14時に予算委員会の理事懇を開いて政府から説明を聴取する予定である。来月3日月曜の召集が見込まれる臨時国会につき、来週議運の理事会をセットして政府から正式に伝達を受ける。現在各委員会の所属委員を調整中であり、早めに体制を整えて臨時国会に備えたいということでした。野上参議院国対委員長からは、新型コロナウイルス感染症及び原油価格、物価高騰対策の予備費について、先週の国対間協議を受け、本日15時半から予算の理事懇を開き、政府から説明を聴取をする。次期臨時会に向け、体制整備を行っている。衆議院と連携を密にして臨んでまいるので、よろしくお願いしたいという話です。関口参議院会長からは、まもなく召集される予定の臨時国会に向けて、衆議院としっかり連携しながら準備を進めていくので、よろしくお願いをする。世耕参議院幹事長からは、近々召集される臨時国会は参院選後初めての本格的な国会となる。3年ごとに行われる調査会の設置、委員長人事をはじめとする委員の構成と、慎重に準備を進めている。衆議院とも、緊密に連携していくので、よろしくお願いするという話でした。森山選対委員長から、衆議院の補欠選挙については、現在山口4区及び和歌山1区において欠員が生じている。一方、公選法の規定により一票の格差訴訟が継続している間は補選を行うことができないこととされている。先週秋の補欠選挙の対象期限である9月15日を迎えたが、依然最高裁において格差訴訟の審議が続いている。したがって補欠選挙の実施は来春以降となる見通しとなっている、こういう報告がありました。萩生田政調会長からは、先週末からの台風14号について、その影響は現在も進行しており、まずは政府や自治体において人命の救助と被害の最小化、インフラ等の早期復旧に全力を挙げていただくことが重要。党としては被害全体の状況を踏まえ、災害対策特別委員会を中心に被災地への支援について政府と連携して取り組んでいきたい。なお、昨年の災害対策基本法等の改正を踏まえ、今回初めて災害発生前から災害救助法が適用され、早期の対応につながっている。被害への備えは早め早めが肝心、今後もそうした心がけで対応してまいりたい。
先週15日木曜日に政調政府会議、全部会長会議を開催をし、当面の政策課題に関する方針の共有、徹底を図った。特に総合経済対策については岸田総理からも了解をいただいたので、補正予算も視野に幅広い議論を始めるように指示をした。最終的には10月中旬には党政調として取りまとめ、政府の対策に反映をさせていきたい。今週の精神は本日10時20分より開催を予定している。経済安全保障推進法の基本方針案及び基本指針案の審査を行う。了承した場合は速やかに総務会にお諮りをしたい。次回の精神は9月29日を予定をしているということです。遠藤総務会長からは本日11時より総務会を開催をする。案件は人事案件と政務調査会からの経済安全保障に係る基本方針案と基本指針案の2件をお諮りをする。石田広報本部長からは直近の世論調査結果、先週はいろんな世論調査が行われておりまして、その結果について包括的に報告がありました。私の方から以上です。それでは質問に参ります。平野さん。平野です。総合経済対策について伺います。冒頭大規模だとおっしゃっていましたけども、世耕参議院幹事長や神田政調会長ですけれども、昨年度の補正予算が、30兆円を超えたということに触れまして、さらなる増額というのを示唆するように発言されていますので、まず今回の経済対策これいろんな見方があると思うんですが、直近で見えている需給ギャップを埋める、もしくはですね、今の来年の成長率、1.1%、 大体 2% 台の真ん中まで持っていく、こういったことを考えると、最低でもですね、それだけで15兆円規模の対策が必要になってくると考えていますが、先ほど申し上げたようにですね、今物価高という問題もあります。それから世界経済全体を見ますとですね、かなりインフレが進んでいることもアメリカ、ヨーロッパありましてですね、これをもう抑えるためのですね、金融引き締め、これによる経済の減速というものも考えられるところでありまして、そういった問題に対する対応も必要になってくると考えております。昨年の対策、これは30兆というのがいいのか44兆というのがいいのか、いろんな考え方あると思いますけれど、当面のやっぱりですね、物価高、等々、また経済を立て直すというだけではなくて、これから1年後、等々を見据えたですね、経済の成長の基盤になるような対策もしっかり盛り込んでいくということが必要になる、そういったことを考えた場合に、現在数字が固まっているわけではない、まさにこれから詰めていきますが、大規模で総合的な対策が必要だと、このように考えています。他にも質問は朝日新聞の道です。旧統一教会との関係についてお伺いさせていただきます。課長、先日点検結果を公表した後も修正をした議員が何人かいると思います。現時点で追加報告となった件数や新たに報告された議員に関する公表のあり方について考え方をお聞かせください。旧統一教会に関する事実確認の結果、その全体像についてはですね、9月の8日の日に公表をさせていただいたところであります。各議員には、今回ですね、調査にあたりまして、事前に報告の提出後ですね、新たな事案等があったら、判明した場合には、追加で報告を、すでにこれはですね、8月最初にアンケートを送った時にお願いをしておりまして、
それに沿って対応してもらっていると考えております。追加報告によって、先ほど申し上げた全体像に、大きな変化が、出ている、こういう報告を受けておりませんが、時期を見て、追加報告については、集約をし、公表したいと考えています。毎日新聞の花澤です。週末の毎日新聞の世論調査で内閣支持率が 29% の残り、政権発足以降初めて3割を切りました。また安倍元首相の国葬への反対が6割を超えました。8月の前回調査から7ポイント下がり、下落傾向が続いていることを、含め幹事長の受け止めをお願いします。世論調査の結果にはですね、結果については常に、謙虚にですね、受け止めなければいけないと思っております。各、マスコミの世論調査の結果を見てもですね、さまざまな問題点の指摘、等々もされているところでありまして、そういったことに対して、しっかり対応していく。また今後物価高であったりとか、国際経済に対する、対応、さらには国際秩序を守っていくためにどうするか、さまざまな課題もあるわけでありまして、そういった課題にしっかり取り組むことによってですね、国民の皆さんの期待に応えていきたい、信頼回復につなげていきたい、こんなふうに考えています。よろしいでしょうか。朝日新聞の一部です。もう一点、旧統一教会との関係について幹事長はガバナンス行動を実践した場合、地方議員も遵守してもらうという意向を示しています。今後選挙を迎える地方議員に都道府県連公認を出すにあたって党本部として基準などを示す考えはありますでしょうか。正確に言うとですね、ガバナンス行動を、作った際にという言い方をしたかちょっとですね、私記憶してないんですが、どういう言い方をしたか細かいところまで、今回、旧統一関係および関係団体とは今後一切関係を持たないということをですね、党の方針として決めさせていただいた。この党の方針については、所属国会議員だけではなくてですね、党全体にも徹底をしていきたい、こんなふうに考えております。地方議員に公認を出す際にあたってはどのような考えでしょうか。地方議員の公認であったりとか推薦、これは、我が党においては、都道府県連の決定事項ということでありますが、先ほど申し上げた通りであります。よろしいでしょうか。ちょっと先ほどの質問で言い忘れてしまったんですが、調査結果というか公表を、させていただいて、追加の報告が、上がって、来ているところであります。9月の8日の日にも申し上げましたが、必ずしもマスコミ の世論調査、世論調査といいますか、アンケート調査と我が党の、質問項目、一致をしておりませんので、回答する項目それについてはですね、同じでない、項目にあるというのが、ついたりする、いうことはあり得るということは、事前に申し上げた、ところであります。その上で、各議員から、報告を受けた内容について、党としては、その内容通りに、報告を、させていただいている。率直に言ってあれだけ の、件数をですね、発表させていただいたんで、5人とか10人とかですね、党としてわざと出さない、そんなことはありえません。そのことは明確に申し上げたいと思っております。そんな意味はない、党として5人とか10人だけですね、出さない、そんなことの意味は私は全くない、そう思っています。